続けて2番目の質問に移りたいと思います。認知症の高齢者の方というのが施設に今非常に多く入られていると思いますが、高接触者であるとか、それから検査を受けている方が、入所者の方が認知症である場合、どのように対応すべきかというご質問が多く寄せられております。認知症の方、皆様にお話しするまでもなく、ご自分でまず症状を説明しづらいですとか、感染リスクを認識しづらい、お部屋にとどまっていることが難しいなど、非常に施設でも対応に苦慮することが多いと思われますけれども、その対応について少しアドバイスをそれぞれいただきたいと思います。まず平川先生、認知症の関係の専門の医師でもありますので、どういう特性を考慮して観察、日頃観察したらいいのかとか、症状が出たときにどのように対応した方がよろしいかというアドバイスがありましたらお願いいたします。はい、精神科の医者として普段から認知症の方はよく見ているわけですけども、もうケアの方々もよくご存知のように、さまざまな特性がございます。で、こういったコロナのような大きな出来事、イベントが起こりますと、認知症の方は分からないんじゃないかなというふうなイメージがあるかもしれませんが、決してそうではなくて、やっぱり彼らなりのやっぱり感覚で、違和感とかですね、恐怖感とか、あるいはそういった何か起こっているぞというものを感じます。高齢者は戦時中の体験のある方もあるばかりですから、なかなかそういうものについての記憶もあるということで、何事か起こっているぞということはつかめます。ただそれはどういうふうなことが起こっているか、正しく掴んでいる方も別なんですけども、いわゆる何が言いたいかと言いますと、彼らは認知症という症状の中で普段から大きな不安感を持っています。ここはどこなんだ、私は誰なんだ、こいつらは仲間なのか敵なのかと、さえこう精神的に不安定なところにこれが起こってしまうと、その混乱は想像するのは簡単だと思います。ですからそういったものをまず配慮して、接する方もですね、できる限り普段と変わらぬような接し方が大事で、ついついやっぱりスタッフは緊張やある責任感を持って命令口調になってしまったりとか、普段ではないような口調で語りかけるものですから、臨時症は非常にそれに対して、一体どうなってんだってことで混乱してしまうわけで、できる限りケアするスタッフについては通常と変わらぬ、顔で笑って心で泣いてじゃありませんけども、そういった感じでするからまず大事ですね。もう一つは先ほどお話に出ましたように、ご自身の不調さっていうのは口頭で言い合わせませんから、それは非常にバイタルチェックを中心として普段以上にやっぱりきちんとしていることが大事です。ただし、そうやってじゃあどうすればいいんだってことですけど、確かにですね、認知症の方を閉じ込めておくとかですね、縛っておくなんてことはとてもできません。ですからこの辺が非常に悩ましいところです。感染症という非常に大きな問題に対して個人の尊厳とどう向き合うかということ、これはまだ今回のことでまたこの後さまざまな意見話し合いがされると思うんですけども、その辺との兼ね合いっていうのを現場現場で判断するってことになってしまいますね、今のところは。でいずれにしても認証の方であっても、これ原則陽性者は医療対応、病院入院に行くわけですから、施設としてはですね、いやそれについてはそこに行くまでの間いかに安全安心してケアしていくかと、ケアを続けていくかとか大事であって、その辺の工夫をやっていくことが非常に求められていると思います。いずれにしても私ども老健施設のクラスター発生状況を見てみましても、正直ほぼ全てが認知症フロアからの発生となっていますので、この問題繰り返しですけど、ここぞという正解はありませんけれども、非常に重要視して考えていく必要があると考えています。ありがとうございます。西岡会長の方は、特養というのはまたちょっと医療の体制がないというお話も先ほどありましたけれども、認知症の方がこう疑われる場合は施設としてどういう対応が好ましいか、それから皆様と課題に共有するという意味でもちょっと難しい点なども含めてお話しいただけたらと思います。集団感染が発生した施設に伺って、やはり認知症の方への対応ということが一番こうご苦労をされたということを伺っています。やはり部屋に留まってていただけないっていうことを歩き回ってしまわれるということ、こういったことが職員にとっても非常に緊張を高めてですね、非常にこう
なんでしょうか、ビシビシした、もう非常にこう緊張感のある状況になる。で、先ほど平川先生おっしゃったみたいに、それをこう利用者の方も非常に感じて、かえって不安定になってしまうというようなことが起きてしまうということ、それで大変ご苦労されているということを伺いました。で、あとはその施設の中がやはりフロアでこうやっぱり見ていくっていうような対応されたというお話も伺っています。もうその部屋の移動だとか、あるいはフロアの移動ということをこう本当にこう最小限にするということと、それから認知症の方もある程度こうずっと監視しているわけにはいかないわけですから、ある程度動き回っても感染が広がらないような個別の対応をせざるを得ないという状況だったというふうに伺っています。で、例えば建物のやはり構造的なことっていうのは大きいと思いますので、そういう先ほどからゾーニングということが出ていますけれども、そういう認知症の方も含めてどういう、こうフロアの分け方をするかということはとても大事ではないかと思います。このあたりは事前にこうやはり準備をしておかなきゃいけないということだと思いますし、その施設施設の建物の特徴というものを逆に生かされて取り組まれたという話も伺っています。例えば廊下の中にあるこう比較的こう隅の方っていうとあれですけれども、そういったところで過ごす機会を多くして、ということで、そうすると職員の目も届くしというような話も伺いました。ですからどこの施設も同じではないので、やはりその施設施設の特徴を踏まえたゾーニングだとか体制をどう作っていくかということは、先ほどから繰り返し申し上げているようなシミュレーションをきちんとしていくということではないかというふうに思います。大変こう難しいところだと思います。ありがとうございました。大坪先生、実際に認知症病棟の方に感染対策で入っていただきましたので、何か具体的なアドバイスがありましたらお願いいたします。はい、やはり普段そちらでこうその環境に慣れて、ご利用者様の、入居者様のリズムっていうのがありますので、私はいつもこの席に座ってるのよとか、私はいつもこの時間は動いているっていうのがあると思うので、それを全く覆してっていうふうにしてしまうと、もう本当にざわざわしてしまって、ちょっとこう喧嘩みたいなのが始まってしまったり、それに対するスタッフもやっぱりすごくストレスを受けてしまう。本当はこうしてあげたいけれども、今は仕方ないっていう気持ちをこう押し殺しながらいろいろ指示を出さなければいけないので、すごく苦しくなってしまうと思うんですね。なので徘徊をされる方、車椅子でこう徘徊される方もいらっしゃれば、手すりにつかまって徘徊される方もいらっしゃると思うんですけれども、ある程度自由に動けるエリアを残しつつ、きちんと入っていただきたくないところには物理的に、バリケードというんですかねを作って入れないようにする。だから例えばソファーとか、ああいったもので、私が入った施設はやったんですけれども、ある程度動けるところは少し自由に自由を残しておくっていうふうにしました。そして、とにかく感染っていうのは唾液、それからエアロゾルですよね。なので、あと粘膜からの粘液ですけど、こうやって例えばくしゃみをした手とか目を触った手で手すりを触ったら、その手すりはもちろん汚染された部分になりますけれども、アルコールで拭けばそこはまたきれいにクリアになるわけですよね。なので捕まって歩く手すりとか、そのハイタッチエリアって言われる、そのよく触るエリアを重点的に環境整備をすることを、回数を増やして、それを徹底することによって、ある程度の少し自由は残せるんではないかというふうに思います。なので触っちゃダメとか動いちゃダメではなくて、触ったからもう拭きましょうね、これでここはきれいになりました。そして職員の方たちも、自分が感染をもらわないためには、とにかく自分の手をきれいにしておくことと、それから首から上に触らないことなんですよ。その辺をご利用者様が、もしかしたら感染しているかもしれない方が、もしかしたら自分も感染しているかもしれない職員が、触ってこすって触って、あとマスクをずらしたりとか、触るっていうのが一番いけないことなので、とにかく首から上には触らないことと、手をきれいにしておくこと、そして環境整備を徹底することで、
ある程度の自由が残せるんではないかというふうに思ってます。それから、今回認知症 の, そのフロアに入ってびっくりしたのは、やっぱり殺死器消毒というか、うん、アルコールの消毒が全然置いてないんですよ、うん、でやっぱり聞いてみると出して舐めちゃう、うん、あとは開けて飲んじゃうとか、うん、いろいろあってやっぱり置けないんだっていうことだったんですね。なのでそういったフロアではやっぱりアルコール消毒は個人持ちで肩から下げて、うん、その都度使えるようなものが望ましいのかなというふうに思いました。以上です。はい、ありがとうございます。病院などと違ってこうなかなか施設の中では対処が難しいっていう面もありますし、知識がなかったりということもございますので基本をしっかりやりつつ必要な知識を共有していくということが非常に大事かなと思いました。でまた認知症の方は感じてらっしゃるんだと、こう何も分かってないわけではない、職員の緊張だったり周りのこう落ち着かない雰囲気も感じ取っているから、そこはやっぱり職員の方も気にそういった意識でこう対応しなければいけないというお話だったと思います。どうもありがとうございました。